選手及び指導者。1950年代前半のヨーロッパで流星を誇ったマジックマジャールの一人。プスカシュ、コチシュランを擁する屈強な攻撃陣の中で今でいうトップ下のポジションを担った。1953年にはサッカーの母国イングランドの聖地ウェンブリースタジアムにおいてイングランド代表チームを相手にハットトリックを演じた。クラブチームでは MTK ハンガリア FC にその選手生活の大半を捧げた。1956年のハンガリー動乱の影響で、プスカシュやコチシュが海外へ亡命した後もハンガリーに残り、1958年に現役を退くとそのまま同クラブの監督に就任。その後ハンガリー国内のクラブのほか、イタリアポーランドエジプトを渡り歩いた。1961年、 イタリアのフィオレンティーナを率いて UEFA カップウィナーズカップ優勝。またジェール・エト FC 監督時代には1963年にハンガリー国内リーグを制し、翌シーズン臨んだ UEFA チャンピオンズカップにおいてベスト4に食い込む検討を見せた。2002年2月79歳で死去。没後。 秀口がサッカー人生の多くを捧げた MTK のホームスタジアムにその名が冠されている以下すべて監督としてありがとうございます。